韓国で日本人ってバレる服装ショートっぽい。はい、ということで今回もハニーコンボさんのインスタの方から面白い記事を見つけたので見ていきましょう。キャスケットベレー帽をかぶる。確かにベレー帽見ないかも。前髪、まあ、前髪作ってる女の子も韓国いるけど少ないかもね。まずパッツンはあんま見ない。寒い日にコート、確かにコートは見ないし、まあ、こっちの人はね大体ベディンかダウン着てます。厚底靴、確かに韓国で厚底靴見ないし、あとねヒールも見ない。韓国は坂がめちゃくちゃ多いからヒールなんて履いてたらもう歩けない。ほとんどスニーカーだと思います。ツインテール、うん、アイドルだけ。